今までこう生きてきてそういう説明聞いて一番わかりやすい。しっくりきた。イエーイ。取ります。副隊長。副隊長。せーの。職業調査隊。本日の職業は、はい、総理大臣です。おお。はい、じゃあ何してる人ですか。日本を、日本のトップにいる人。では総理大臣のお仕事を紹介していきます。はい。職業調査隊。総理大臣の主な仕事は内閣府のメンバーである国務大臣を決めて運営することや国のトップとして国会議員の質問に答えたり諸外国と外交を行ったりすることです。内閣府とは予算や法律の案を考えて国会に提出し国会で決まった予算や法律をもとに各省庁を動かす行政という役割を持つ機関です。内閣府の補佐である総理大臣。補佐ってわかる？補佐ってあの長いって書いて補佐って長いでもさ、うん、トップってことよ。へー。総理大臣は財政や公共事業、教育や福祉などをどのように進めるかという方針を作り決まった方針をもとに国を運営していく重要な役割を担っています。船や飛行機で言えば船長や機長に例えられる仕事ですそれが総理大臣のお仕事でした、うん、総理大臣ってさ内閣総理大臣って言うじゃん、うんうんうん、内閣のメンバーを決めるのがまずお仕事の一個だね。カネセル的な。そうそう。でもそれ考えるとちょっとあの総選挙とかと違うよね。総選挙はさあの AKB のね、うんうん、ファンの人が決めていくじゃん。国民が CD 買って。そう。投票する。そう1位まで。うんうんうん。この政治家の総理大臣とか決めるときはまず神セブンが決まって。うん。その中から神セブンたちが誰が1位かなって決める。その神セブンの人たちはみんなさ総理大臣になりたい人たち。ってわけでもないんじゃない。でも総理大臣になりたいって野望がある人は大体さ AKB って言ったら A のキャプテンとか K のキャプテンとかポジション的には多分そういう感じだと思う。うんさ自民党とか立憲民主党いろいろあるじゃん、うん、あれの党首その中でも一番リーダーみたいなそうが大体総理大臣になるイメージ。職業調査隊。で次総理大臣のなり方。さっきまあちょっと出たけどどうやったら総理大臣になれると思いますか。まず、はい、神セブンに選ばれる。まず神セブンに選ばれる、はい、内閣のあれに選ばれてそこからあ違うまずはそのなんとか党のリーダーになる。はいはいはい。で神セブンに選ばれるでやっとなれる総理大臣。なるほどね。じゃあ見ていきましょう、はい、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名されます。指名は短期指名投票で行われ投票の過半数を得た者が指名された者となる。なお1回の投票で過半数を得た者がいないときは上位2人の決選投票を行い多数を得た方が指名された者となる。決選投票ってなんか聞いたことない？あります。さらにその2人どっちがいいかをやる。うんうんうん。で3人とかだとさ全員 33%、33%、33%で過半数を得てないとそもそもダメなんだね。うんうんうん。ちょっと特殊なパターンだね。何らかの理由で前任の総理大臣が退職した際に開かれる国会議員の中から新しい総理大臣を決める首班指名選挙、これに当選し天皇陛下から任命されれば晴れて総理大臣になることができます。総理大臣は慣例上衆議院議員から選ばれるため衆議院総選挙に当選する必要があります。さらに首班指名選挙で票を集めやすいのは多数派である与党議員。基本的には党首が擁立される場合がほとんどなので与党の党首になることも必須条件です。 AKB の総選挙で言うと分かりやすい、ね、AKB の総選挙いいね、うん、まず100位より上になった人は全員国会議員にまずなれます。選抜メンバーこのアルバムのどのかの曲には出れますのラインが100人だとするじゃん、うんうんはいはい、その100人入りました。そしたらその中からセンター、うん、アルバムの、あの A 面のセンターをみんなが指名する。おそこに例えば高見菜とか、はい、秋元さやかとかがいたらその人たちは指名されやすいよね。うんキャプテンだからみたいな感じでまず総理大臣が決まり A 面のセンターが決まります。あと今度は総理大臣のさっきの仕事で内閣のメンバーを決めるって言ってたね、うん、はいわゆる A 面のセンターがそのアルバムでの神セブンを自分で決める。やばい。が AKB でいうとそういう感じになる。そういう仕組みになってる、うんうん、今までこう生きてきてそういう説明聞いて一番わかりやすい。しっくりきた。イエーイ。職業調査隊。じゃあそんな総理大臣の年収。これはもうねバカ高じゃない、うん、1000万とかじゃ聞かなそうだよね。億とか言ってんのかな。億とかいや言ってんじゃない。 5億発表します、はい。総理大臣の年収は
48万円と言われています。高すぎ。かすむ、めっちゃかすむ、4000万かすむ、4000万でもすごい手だね、すごい。職業調査隊というわけで、総理大臣のお仕事の話は以上になります。このチャンネルでは職業選択の自由を持って自由にをテーマにいろんな職業を紹介しております。これも知りたい職業があればぜひコメント欄にコメントをお願いします。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。選挙行こうね、行こうね。